俺を好きなのはお前だけかよは、ラクダによる日本のライトノベル。イラストはブリキが担当している。電撃文庫より2016年2月から刊行されている。略称は、俺好き。2019年12月時点でシリーズ累計発行部数は100万部を突破している。ウェブコミック配信サイト、少年ジャンプ2017年2月26日から2020年8月23日まで。 コミカライズ作品が連載された。2019年10月から12月にかけて、テレビアニメが放送された。本作は、第22回電撃小説大賞の金賞を受賞した、壊れた浄路は使えないを解題した小説である。作者のラクダは受賞インタビューの中で、あるラブコメ漫画を読んだ際、なぜ主人公はここまで言い寄られていることに気づかないのか と思ったことが本作を執筆するきっかけになったと述べつつもアイデアを思いつくまでに3年かかったと振り返っている。本作はラブコメディ系のライトノベルではあるがライトノベルでありがちな主人公が複数のヒロインに好意を持たれるという設定は否定的に描かれている。この物語の主人公、西木津高校に通う高校2年生の木更ラギロは名前のガツを取ることで 上路になることから、上路と呼ばれている。上路の周りには、幼馴染みの日向葵、上路は、生徒会書期を務めていたため、生徒会長の秋の桜がいた。それぞれ、ひまわり、名前から、のを取ることで、コスモスと呼ばれている。上路は、ぼくぼくキャラの巻き込まれ系鈍感純情ボーイを、装うことでひまわりかコスモスのどちらかと付き合えるのでは、ないかと野心を募らせていたが、 二人はどちらも上路の親友であるサンちゃんこと大が太陽に恋焦がれており、上路は現実の悲哀を味わう。そんな中、とある理由で昼休みに図書室の読書スペースへ行くことになった上路は、図書委員会で以前から毛嫌いしているパンジーこと三職員スミレことの話の中で、彼女が自分をストーキングしているという衝撃の事実を知る。読み方は二式ずた。 上路たち、主要人物のほとんどが通う高校。野球部は弱小チームだったが、去年の夏の大会で、エースで4番のサンちゃんの活躍で、地区大会決勝まで進出。決勝戦では惜しくも9回裏サヨナラ負けを喫したが、今年こそ甲子園にと学校を上げて意気込んでいる。主要人物の多くが2年生で、かつ上路のいる2年2組には他に、ひまわり、サンちゃん、 アスナロ、ツバキ、サザンカがいる。二年生ではパンジーのみ、別のクラス。コスモスは三年生、タンポポは一年生である。制服は、男子が黒で、白の縁取りのある、ボタンなしタイプの爪襟服。女子は、上着の前を左右を、ボタンで留めるタイプのセーラー服。色は、襟と、スカートが紺、身頃が白で紺の縁取りがある。 スカートと袖に白いラインのアクセントが施されている。上着のリボンの色は学年ごとに異なる。夏服は男子は普通の半袖シャツ。女子は冬服とデザインがほぼ同じで長袖が半袖になる。西木津田高校が去年の野球部の地区大会の決勝で負けた相手校。なお、当勝部はグラジオラスの和名である。 パンジーの中学時代の知り合いが多く通っている。2019年10月から12月まで東京 MX 他にて放送された。翌2020年9月2日に完結編となる OVA 俺を好きなのはお前だけかよ俺たちのゲームセットが発売された。コスモス役の三沢幸香と和志崎健によるウェブラジオ俺たちを好きなのはリスナーだけかよが 2019年10月3日より、おと泉にて配信。俺を好きなのはお前だけかよ俺たちのゲームセットに関するカテゴリー。ありがとうございます。